おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日のタイトルはこちらでございます。狙え爆撃、大化け株を買う3条件ということで話をしていきたいと思います。よく投資の鉄則は損傷利大というふうに言いますけども、それを達成するためには、大化け株を買って、爆撃を達成する必要っていうのはあるんだろうなというふうに過去の経験から感じております。でそんなに多くはないんですけども、爆撃を達成できた2つの事例を踏まえまして、こんなことを考えてみたという内容になっております。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況 を取り上げた上でのテクニカル分析必ず毎朝7時目標で交渉していますが日曜日等の動画を使いまして株式に投資について広く情報発信をしていますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速爆益の計算式という話さらっとやっていきましょう、えー、まず損益率の計算式なんですが買った金額から投落率を掛け算すると損益率が出ますよという,こう当たり前の式になっておりますでこの1番と2番においてたくさん買った株がたくさん上がると爆益になるということですね、えー、とてもシンプルな計算式だと思いますただ注意点がいくつかありましてまずたくさん下がる可能性もあり そうすると爆損になっちゃいますのでリスク管理は必須だというところをぜひ押さえておいてくださいまたたくさん買うためには一定量のお金が必要ですというところもぜひ押さえておいていただきたいかなと思いますで一定量のお金ってどれぐらいっていうとまあ300万ぐらいは必要かなというふうに思いますので300万円を貯めるためにはどうすればいいかっていう動画も過去に作ってますのでよかったらそちらを参考にしてみてくださいまた上がる株を見つけて上がる前に株また上がっていく途中に買うこれから上がる株を買うってことがとても重要だし上がったら売るってこともとても重要だと思いますのでその辺も踏まえて事例でお話をしていきます いきたいいと思いますそして2番いきましょう。お化け株を買う3条件ということで話をしていきたいと思います。これはこの本にも書いてある内容になっています。本の中ではこんな風に表現をしております。8ページの内容です。何度もその企業の業績や値動きを分析したことがあり、自らユーザーとしてその会社の商品やサービスを利用していて、その上毎日チャートやニュースをチェックしていたという3拍子が揃った銘柄で大きな利益を上げていますということです。簡単に言ってしまえばこんな感じになります。何度も分析をし、ユーザー体験があって毎日チェックしていれば、そのチャンスは いいいつかか来るかもしれないよというとうころで押さえておいいくださいこれはあくまでも僕の経験ですけどもやっぱ当たり前のことなのかなという,ふうに思います。で何度も分析をしているというのは僕の場合には指季法から有望な銘柄を分析するという方法ですのでやっぱ何度も分析をする有望銘柄に残っているという時点で増収増益が何回も何年も続いているという可能性はとても高くエクセル株分析で目標株価がとても高いということを何度も経験しているということですね。その上でユーザー体験ということでその会社の商品を自ら使ったことがあって納得性を持ってこの会社はな 回も使えているリピートしたい、リピートしたいと思う人が多いだろうというそんな体験を持っているそれプラスとことん分析ということで訂正分析なんかも繰り返していくそれを記録に残していきながら毎日チェックをしている毎日チェックをしていれば下がった時に買ってみようかなって思えるニュースが出た時にこれはいい材料だなっていうふうに思える、まあ、そういった時に大きく株を買うことができそれが爆撃につなかった経験が何度かあったのでその事例というのをこの後紹介していきたいと思いますでは3つ目いきましょう2つの事例ということで神戸物産とおいしくすら大地の事例紹介していきたいと思いますこの本の本中では は98ページにありりりまますすののでよかったたらこの動画とと合わせててて振り返りをしてみていいだければと思います、えー、神戸物産の場合には2019年10月、2020年3月2回に分けて買ってでそこから3倍ぐらいに上がってきたとで保有継続とありますが現在は半分売っておりますで、半分はそのまま持っているという状況になっていますで、どうして神戸物産を買ったかというと99ページに内容が載っていますやはり過去に何度もエクセル株分析をしていたというのはとても大きいですその上で自分でも業務スーパーを何回も利用して今も利用 し続けてていいいますす結局リピータータになっているととうことですよねその上でとことん分析で同業他社比較をしました、ね、損益計算書の比較をしてあることに気がついたんですねまたプライベート商品の多さっていうのにもとてもまあ、目,目を引きましたし YouTuber によるマーケティング効果もありそうだなってことを突き止めましたでそれがどういうことかっていうのをいくつか紹介できればと思っております、まあ、この辺はもう読んで字のごとくではあるんですが販管費の低さに関しましては、まあ、ネックス証券の銘柄スカウターのこの比較の機能を使いましていろんなスーパーとかの機 企業との比較を行ってみましたよく注目している銘柄を中心としてその類似している企業同業他社ですよねを比較して何か数字の違いがないかなみたいなことを分析していくんですが神戸物産の場合にはですねとても原価率が高く売上総利益率が低いということをそれでいて営業利益率が高いということが分かってきたんですこの辺は PL の知識がないとなかなか理解が難しいところではあるとは思うんですが売上総利益率っていうのは本当は高い方がいいんですね原価はなるべく抑えられて売上総利益率 が高いいいいとまあとてもいいビジネスだなううふうに言われたりしますでも一方で原価率が高いということはですね、まあ、商品は決して悪いものではない安いものに安いけどもコスパはいいものなんじゃないかなというふうに想像がつきますそれでいて営業利益率は高い最終的に残せる本業の利益は他の企業よりも全然高いわけですよねその分だけ販管費というマーケティングとかそういった費の本社機能とかそういう機能がまあ安い分ですねちゃんと利益を残せているわけですよね商品に原価にしっかりとお金をかけ販管費は節約 をして利益を残せる企業とといいいうことで経営効率がいいんじゃないかななんてことを思いましたでそれで,なん,でそんなことができるのかなという,ふうに思って考えていたらですねまあある1つのヒントですけども YouTube で業務スーパーと検索してみるとこういう動画がたくさんあるんですよね。買ってよかったベスト20とかね。やっぱり独自性のある商品ですからコストコとか業務スーパーってこういう系の動画めちゃくちゃありますよね。でそれがもう何万回何万回何万回というふうに再生されていきます。このデカキンの動画とかねついつい見ちゃいました。デカキンって知ってますかヒカキンのモノマネをやってるでかい なんですけどもとても面白かったです <laughs> ついつい時間を浪費してしまいました。ないますが、まあ、こういったのがもう何万回も再生されていきこれがコベブスさんが、ね、お金を払ってマーケティングをしている内容ではもちろんないわけですからこれによっていい商品がよく売れていくっていうねそういうサイクルに入っていくわけですよね。そそれががおそらくですが半比の低さ ね、利益率の高さそして増収増益の継続性みたいなものを生み出しているのかなというふうに思ったんですねただまあそうとはいえ上がる前に買うっていうのはなかなか難しいのでなんで買ったかっていうことも話をしておきたいと思いますで、それはなんで買ったかっていうとやっぱり上昇トレンドだったってことですねで上昇トレンドで押し目が来た下がったら買おうというふうに 思えたんですねなぜかというとこういう要因があったからなんですよね。何度も増収増益という分析ができていて自分でも実感があってで強みを知っていてプライベート商品もあってマーケティング効果も低いっていこともよく分かっていたので週足の移動平均線におけるこの26週移動平均線までなかなか下がってくることはなかったんですけどもここまで下がってきたときにあれこれってもしかしてチャンスじゃないっていうふうに思えたわけですよ。で一方でここはコロナショックの時ですよね。コロナショックのでもなければですねなかなかこういうふうに人気株って下がってこなかったんですよね。下がって こなかったの辺で結構まとまった金額になりでその後ぐぐっと耐耐ええてて耐えて耐えて,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 て4660円約3倍まで上がっていたということになっていますでその時に目標株価はだいたい4500円ぐらいに置いていたので目標達成はしたんですけどもその後はねちょっと天井っぽい動きになってしまったので半分売却をしましたでそのように売却をすることもとても重要なんですけどもえその時の考え方としては目標株価に到達したらというのはとても重要なポイントかと思いますまた買いの理由 が崩れた本当は増収増益が続いていたんだけども増収増益じゃなくなったとかね、まあ、天井の形をつけた、ね、先ほどの神戸物産の場合にはここがちょっと天井っぽい動きになっちゃったんですよねこの先で、えー、半分売却をしてるということにはなっておりますそしてひとまず半分売るとかっていう選択肢は取れますのでそういう理由でですねやっぱりたくさんの株を買うっていうのはね結構有利なポイントもあるのかなと思います 二つ目の事例いきましょう。続いて、オイシックスラダイチ見ていきたいと思います。オイシックスラダイチで紹介するのは、こっちの右側の例になっております。右側の例で、まず一つ目の例としましては、こちらね。ね安いところで変えてで、さらにここで決算前だったんですけども、決算前で買い増しをした。どうして買い増しをしたんですかって買い増しをしたことで、この上で利益確定をしたときに、とても大きな利益に変わったんですね。どうして買い増しができたのかっていうことを、まず話をしていきたいと思います。買い増しをした理由としましては、コロナ安値で購入して、す、え、で、ー、に含み益があったというところですね。ここ ここで一回購入をしていたので一定の含み益がある状態で決算前を迎えた決算をまたぐかまたがないかというのはとても重要なポイントになるんですがまたいでみようかなとまたいでも下がっても損失は限定的だということを自信を持ってできたということになっていきますでその時にすでに僕はおいしくさら大地のユーザーでしたのでユーザー向けで毎週メールが届くんですね今週の注文は何曜日スタートで何曜日までに注文してくださいおすすめ商品はこれですというメールが来るんですけどもその注文メールがなんだかおかしいということに気がついたんですそれは何かってうと ここからスタートですというもう数日後には今週の注文はもう終わっちゃいましたっていうそういうメールが来てたんですよ在庫が終わっちゃいましたと在庫切れですということになっていたんですねあのコロナショックの時一番最初のコロナショックの時を思い出してみていただきたいんですがまいろんなスーパーで例えばカップラーメンとかそういったものが売り切れになったりとかねえもう本当に物がないみたいなことになりましたよねそして外出もできないということでネットスーパーがとても流行ってですね美味しくだった大事もその対象になりまして非常にこう需要が急増しているってことをそのメールで実感して したんですね、だったらば、この株は買い増してもいいんじゃないかと、今とても流れが来ているから、本決算またぎで、大企業層結構強気に出してくる可能性、結構あるんじゃないかなというふうに思って、えー、それで買い増しをしたということになっていきます。で、その結果、ですねいい決算が出て、ぐぐぐっと上がっていって、上で利益確定をしたということになります。ただ、こんなところで利益確定をしてよかったんですかという疑問が湧くかと思います。なんでここで売ったかという話もしておきましょう。えー、完全に発注ミスでございます。えー、この時には、ですね指値注文によって、4分の1を売却したんです。 4分の1をひとまずは決算を超えたということで、売却をしてよかったねということで,で、その後も上昇しそうだなと目標株価はもっと上だぞというふうふに思っていて、残りの4分の3でその目標株価を狙っていこう、爆益を狙っていこうと思ったんですよ、それをとりあえずでも下がったらですね、ここまで下がったら売るぞというね、買い値ぐらいに逆差し値を入れようと思ったら、ですねそこに差し値注文を入れちゃったんですね、そうすると、それ以上の値段であれば売れるという注文になってしまったので、それを入れた瞬間にすべての株が約上してしまったという、もう本当にボンミスをしてしまったということです。 これは爆撃には爆になったので良かかっったたなという,ふうには思っておりますただその後もですねやっぱり目標株価がもっと高かったので実際に次の決算の時にでもう一度買いをしてでその後に2回ストップ高を経験しここでも大きな利益につながったということになっていきますでこの時はですねやはりまだえこの需要増というのが予想でしかなくその需要増がまだまだ続いていく状況の中でえここで決算を迎えてでその第1決算で初めてその需要増のところの数字が出てくるというところでインパクトのある数字が出てくるんじゃない ということを実感していたので、もう一度買うことができ、そこで爆撃を取ることができたということですね。で2020年8月の場合には、2回ストップ高を経験したため、また目標株価をそこで超えたために利益確定ができたという、まあ、とても理想の形なのかなというふうに思います。でこれもなんでこれができたかといえば、ですねやはりこのまとめになるんですが、何度も分析をしていて、ユーザー体験があって、毎日チェックをしていたからこそ、この大化け株を買い、爆撃につなげられることができたのかなというふうに思いますので、そこはぜひ押さえておいてください。ということで、今日の動画のま まずえ計算式としましては買った金額かける騰落率が損益率であり爆益を達成するためにはたくさん買った株がたくさん上がる必要がありますよねっていうところをぜひ押さえておいてくださいただ爆損する可能性もありますから気をつけましょうという話でした大化け株を買う3条件というのは何度も何度も分析をしたことがあるその時点で有望株である可能性が高く自らがユーザーとして体験してリピートしたいという気持ち強い気持ちを持っていて商品力が強いということも実感していたりとかえそういう体験をあることはとても有利だと思いますえそういいった株を毎日チェックしていると 買い時が来た時いいニュースが出たときの判断材料としてとても的確な判断ができ自信を持って購入することができる自信を持ってたくさん買うことができるということですよねで当然有望ですからたくさん上がる可能性もあるということだと思います事例として神戸物産の話をしました同業他社比較銘柄スカウターでヒントがあったということですねもちろんそれだけではなくてユーザー体験や何度も分析が合わさっていたからこそできたことかなというふうに思いますしイいしくラら大事はやっぱりユーザー体験によってユーザーが受け取るメールの中にヒントがあったということ ですよねそれプラス毎日チャートをチェックしていることによって目標株価を計算することによって爆撃が達成できたのでやはり毎日見る習慣というのはとても大事なのかなというふうに思います、まあ、こういった例を使いながらですね大きな利益を何度も何度も狙っていくという行為は、ね、とても重要だと思いますし、えー、今日はその話はしてませんけどもやはりその中でうまくいく銘柄ばかりではないので損切り対応というのもとても重要になってくるというところでリスク管理の面もですねぜひ押さえていていただければなというふうに思いますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄のとことも分析するマガジンですがこちらは毎週 週金曜日に個別銘柄をしっかりと分析した記事を挙げております先週かな先々週かなの,の最新記事がチェンジということになってますが今週また新たに新しい銘柄を分析していると思いますので概要欄の URL ぜひチェックしてみてくださいまた同じプラットフォームノートのプラットフォームを使いましてメンバーシップを始めておりますこちらは月額1000円ではなく900円になっておりますのでもしよろしければどちらかを登録していただければと思っておりますのでよろしくお願いしますやってる内容は全く同じになっておりますまた本に関しましては、えー、3回目の増刷がか,かかりまして累計1.9万部となっております書店購入キャンペーン ペンを継続ししししててておりますののでもしよろしければ是非概要欄 URL チェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。